キーアンターディナードスパンはアメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在はフリーエージェント。愛称はスパニー、スパニアード、ディースパンなど。ミドルネームで登録名のデナードは発音指示ではディナードとなっている。2002年の MLB ドラフト1巡目でミネソタツインズから指名されプロ入り。2003年からは 毎年、ベースボールアメリカが選ぶツインズの有望株トップ10に名を連ねた。2008年4月6日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。2009年は完全に一番打者のレギュラーに定着。打率、311はリーグ9位、出塁率、392はリーグ10位だった。また、三塁打10本はリーグ最多であった。 2010年3月13日に2014年まで5年、総額1650万ドルでツインズと契約を延長した。2012年11月29日にアレックス・メイヤーとの1対1のトレードでワシントン・ナショナルズに移籍した。2013年は自己最多タイの153試合に出場。打撃面ではメジャー最多3塁打を放ち、打率。 279.4本塁が47打点という成績を残した。スピード面では3シーズンぶりに20盗塁をクリアして通算100盗塁も達成。センターの守備は堅実で153試合すべてで守りについて DRS3 無失策という内容だった。また外野視察数がメジャー全体で2位となりゴールドグラブ賞の候補になったが、 受賞には至らなかった。2014年もリードオフマンを務め、147試合に出場。打撃面で好調を維持し、打率302.5本塁打、37打点、94得点31盗塁という素晴らしい成績をマーク。また、184安打はリーグ最多だった。守備では4試作を犯して DRS から3という成績に終わり、 前年ほどの堅実さはなかった。活躍ぶりが評価されて、MVP の票も少し集まり、19位に入った。2015年は61試合の出場に止まったが、2年連続、300以上となる打率、301をマーク。また、失敗ゼロで11盗塁を決め、改めて走塁センスをアピールした。一方、守備力は悪化の一途をたどっており、 DRS は低10まで落ち込んだ。オフの11月2日に FA となった。2016年1月7日にサンフランシスコジャイアンツと3年総額3100万ドル、出来高500万ドルに4年目の契約延長オプション付きの契約を結んだ。2017年12月20日にエヴァン・ロンゴリアとの1対4のトレードでクリスチャン・アローヨ、スティーブン・ウッズ、 マット・クルックと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。2018年5月25日にアンドリュー・ムーはトミー・ロメロとのトレードでアレックス・コロメと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。オフの10月30日に来季オプションが破棄されることとなり FA となった。瞬足で内野安打が非常に多い。2009年はバント安打10本を含む42本の内野安打を放った。 選球眼にも優れ、出塁率は高い。守備範囲は広く、守備での貢献度も大きい。2009年は、左翼で45試合、中堅で75試合、右翼で23試合に先発出場した。ありがとうございます。